倒れたことないな。クマ。いや、こたつ。まあ、上半身が布団状態だからまだマシか。こたつで寝らすなら、水分を大量に取らねば。あのね、お別れ言いに来た。君といられて楽しかったから。ごめんね。大丈夫。君の世界の霧は晴れたし、君たちには多分平和な未来が待ってる。見届けられないのはちょっと残念だけど。愛してる。今までもこれからもずっとずっと。だからさよなら。そんな顔しないでよ。これでよかったんだから。じゃあね。そんな別れ方されたら、ほっとけんよな。うん。いや、クマはしゃあないとして、この、高校生3人が来てまだこの状況？うん。布団に移せよ。え？知識が単純にないのか。いやいやいや、ナオトは知ってるだろ。いいクマよ。ああ。山の上で寝てるじゃねえか。よっ。時代だな。すっかりもうタバコは悪者になったよな。正
た肺がんとタバコの因果関係ないよっていう医者もおるよな。医者なのか学者なのか知らんけど、素人はどっちかを信用するしかないわけだけど、どうかな。ちょっと一通り見るか。リセか、あれは。なおと、ちょっと柏木に話してみようか。してないか。そうだな、終業式寸前に行ったんだったな。あと2つはどこだ。河原とか河川敷、屋上。屋上のあの子ってことは教室だな。たんだよな。そしたら他も発生してる可能性全然ある。あれ知恵、ほら来た謎線。知ってるけどなぜかっていうのを全然覚えてないな。それは分からん。まあ毎日受けれるから3日後には当たるんだけど、受けてからじゃないと出さんやつか。持ってた。すげえ金くれるじゃん。生徒教師間での金銭の授受はやばそう。これも持ってるんちゃうか。レア。
65か。まあ、ユキコなかなか物理攻撃せんからな。これで一通り見たよな。実習棟2階まで見たよね。これでお父さんの子供に渡したもんな。そしたらみのりちゃんやっけ、河川敷か。わかりづらいところな。どっちやっけ。また耳遠いタイプか。これで終了か。そしたらペルソナが今どうせ持ってないだろ。今んとこ太陽だけか。そしたらやね。いるのはここ、忍者キツネ、終わった。軽死者がお金31万。けど武器防具でな。あれシルフじゃなかった前か。一応持っとく。こんなとこか。ちょこちょこ抜かりがあったな。まあ今んとこも文化部をマックスにするのが精一杯か。これはちょっと入りすぎだな。お父さん。ほんまお前は最低だな。詳しく知らんけど。ユミは優しい。お父さんは最低。けど本当にこの夫婦の間に何があったかは分からんから。
心から責められはできんな。というか、あ、知恵んところだけ兄弟おるけど、あと全員一人っ子ちゃうか。そら少子化なるで。お父さん結婚自体減ってるのに、結婚しても一人しか作ってないなんて。ちょっと踏み込みすぎだな。これ言葉によるよな。励ますってなんだろう。まあ、実際は黙っているだな。あれ、励ました方がよかった？そば。励ますってやっぱり元気を出せよ的なことだよな。それ今じゃないよな。バイバイ。もうちょっと日にち置いてからだよな。おかえり、クマ。ただいま。全然行きたくないんだけど。いや、もう釣りせんから。火曜の夜、まあ文化部があるかどうかだな。あらら、はいか。ないな。珍しいね。子供だよな。環境も悪いし、愛も悪い。ねえ。これ、あんたにあげる。おやすみ。ミルクチョコより普通のチョコが好きだな。あの、始まったな。これがあるおかげで今まで残してたゴミをあげようっていう時間がないんだよな。
こんにちは。さて、まず誰から行くか。ごめんね、急に。ありがとう。実は今日は私、お客さんの日なの。旅館でね、従業員が交代でお客さんになる日。試みとしては悪くないけどさ、前からたまにやってたんだけど、従業員側の気持ちが分かったらちょっと甘くなるような。うちが本当に満足できる旅館なのか、お客さんの気持ちになって体験したいと思って、私からお願いしたんだ。そうかな。なんだか恥ずかしいな。この前も一回お客さん役やったんだけど、もうそわそわしちゃって。だってお母さんや顔見知りのみんながいらっしゃいませなんて言うのよ。だからもう少し外にいようかなって自分から言い出したのにね。私、旅館のみんなに言ったんだ。お上にならないで町を出て行きたかったって。それがみんなへの私のけじめだと思ったの。そしたらね、みんな笑って、知ってましたよだって。私、つくづく小さいなって思った。いや、ただ単に子供なだけやで。年相応の優しい人たちに囲まれてるのに、全然悪いことじゃないよな。全然わからずに一人で悩み背負ってる気になって、自分を騙して小さなきっかけに目を背けて、遠い場所へ行く努力ばっかり積み重ねてた。そういう年の頃があるんだよ。あなたや知恵や仲間って言える親友がたくさんできて、私気づけたの。一歩一歩の積み重ねでいつか遠くへたどり着くなら、一歩一歩小さく逃げてるうちに、いつか途方もない場所へ迷い込む。見えないふりを重ねてると、いつか本当に見えなくなっちゃうんじゃないかって。ちゃんと目を開けると景色は広いね。もし一人だったらすごく怖いと思う。でも私には大切な優しい人たちがいるから、今度は私がそういう人たちを支えられる人間になりたいって、そう思うの。全体攻撃良くないんだよな。あなたを好きになってから、私どんどん違う自分になっていくみたい。どんどん違う自分が見つかって、それもどんどん好きになってく。あなたもそう思ってくれると嬉しいな。これからもずっと一緒にいてね。先生もおかえり、クマ。
ただいま。さてどうするか。まあ弁当はどうせ食べないからいいとして、お金を食べるか、ナオト武器防具のためにお金を貯めるか、チエ、お金貯めに行くか。ただしどうせ次のダンジョンはっていう話はあるな。私にはこっちのが合ってんのかな。最近慣れないことして肩凝ってたんだよね。実は笑わない？勉強とかしてんだよね。ひどいなこれ。勉強がね、ちょっと楽しいって思ったんだ。ちょっとだけ。私ね、足立さんの事件でね、ほんま保育園幼稚園児って勉強すごい好きなのに、小学生になった途端みんな嫌いになるよな。なんかあのやりたい気持ちを持続させる方法はないのか。私も一歩違えば同じだったんじゃないかな。きっとみんなも。あともうちょっとゲームで勉強を頑張ってもいいよな。どんな小さなことも開発させてってもいいよな。私は無関係な立場なんかじゃないって怖くなった。それでね、世界史の授業の時にふっと思ったんだ。この歴史が全部私につながってるんだって。そこに生きてた人と事件と文化と、そういうのが今に繋がってて、私に繋がってる。どこか知らない外国の昔のことじゃなくて、そこで笑って泣いて死んでったたくさんの人たちがいるんだって思った。数学もね、物理も意味わかんなかったけど、私の周りのことをもっと知らせてくれるものなんだよね。そう思ったら勉強やりたいって思って、でもやっぱ意味わかんなくて投げ出して、でもまた戻っての繰り返し。やっぱ不甲斐ないよね。戻ってるんなら偉いよな。うん、君が見てくれたら絶対もっとわかる。私さ、この1年で考え方変わったこといろいろあるけど、一番はこの街が好きになったってことかも。別に嫌いじゃなかったけど、特別じゃなかった。でもここはみんながいる。ユキコも花村も君も仲間も。郷土愛あるなしなら当然ある方がいいよな。信じられる人がいたから私はあの事件を乗り越えられたんだ。またわけわかんないことが出てきたって
私はみんながいれば大丈夫。みんなを信じて、自分を信じれば、いつだって道は見える。そう思うよ。みんな全体攻撃じゃないだろうな。まあいいね。どうする？これ自分だけなんだよな。けど悪くないよな。自動じゃなくなるけど。私の力、これでもっと守れるのかな。大好きな大事な人たちのこと、大好きな君のことも。知恵は可愛いな。うん、なんかプロポーズみたい。あー、いや違くて、プロポーズとか別にそんなんじゃ、そんなんかな。帰ってきたクマね。昨日と一緒か。もうストレートに病院に行こうか。というか、もうダイダラ行くか。それでお金がどれぐらいいるかわかるな。というか、ここで開門せん方がいいか。次のダンジョンはどうでもいいもんな、確か。今日大丈夫だった？用なかった？前に話したよね。私に一番のファンがいること。いつも手紙くれてた、いじめられてた女の子。その子がね、ファン辞めるって。友達ができたんだって。その友達が他の子のファンらしくて、リセチーファンなら友達辞めるって言われたみたい。そんな友達辞めちまえと言いたいけどな。だから本当はずっと応援してるけど、もう手紙出したってバレねえぜ。先輩のこと？先輩はやっぱり優しい。難しいよね、先輩。人と人の関係って。彼女と私、それだけなら相思相愛って言ってもいいじゃない。彼女の顔は知らないけど、綺麗な心は知ってる。頑張り屋さんなところも。でも、もう一人人が入ると急にこんがらがって、4人5人ってなるともう大混乱だよね。誰のせいでもない、悪意があるわけじゃない。なのに傷つけ合って、
悩んで迷い出す。たまに疲れちゃう。そこをほんま深く考え出すと最終的に行き着くところは、でも生命のスープだったり、頑張ろうって思うんだ。人類総シャドウ化だったり、だって私はアイドルだから。人類滅亡に行き着くよな。だからそこまで深く考えることはない。ありがとう。アイドルっていうのは風の吹かないショーケースの中のお人形じゃない。どっちに引っ張られても痩せ我慢して自分の旗を支えて立つ人のことだと思う。あの子からの手紙がもう届かなくても、私が画面に出てればきっと見てくれる。私は彼女の力になれる。たくさんの人の力になれるんだ。どう考えてもその友達がろくなやつじゃねえんだよな。いっぱいあっても悩んで流されて、ここで折れてファンやめて友達続けたところで、ところどころで出してくるぜ。私が、そんなんだったら友達辞めるって常に言ってくるぜ。それが先輩たちと出会って私が得た決意だよ。見えてるのに無視してやってしまうときあるよな。わかるよ。私の中に今までなかった力がある。大事な人たちが大事なことを教えてくれるね。先輩、私ね、胸がはち切れそう。これからにワクワクしすぎてる。辛いこと、単純に若者が羨ましい理由だよな。これが、私まだ始まったばかりなんだよ。戻りたいかって言われたら微妙だけど。それにね、先輩もみんなもこれから変わっていくんだよ。だから遠恋も怖くないよ。寂しいときっと余計大好きって思うもん。ごまたの男です。テレビからいつでも私の笑顔を届けるから。先輩も笑顔でいて。六股目も射程に入れてます。たまに好きだよって言ってね。おお、先生のおかえり。クマ、明日与えたらやっぱり覗くだけ覗こう。これ無駄なお金ためかもしらん。次のダンジョン終わらせてからの方がいいのかっていう悩みはずっとあるけど。あらら。
だ。形的にはそうだと思った。やっぱけど売らんとわからんか。打ってええかな。また打ったはええけど、クエストに使うアイテムあったとかない？ある程度渡したからな。なんかあったような気もするなけど、それはこのウリハルカンとかだったかな。もう渡したからええか。売っちゃうぜ。大した金にならんな。ナンバーワンっていう武器ちょっと恥ずかしいな。防具がこんかったな。いいねけど、買おうか。この武器持って入れるんやっけ。防具がダメなのは覚えてるけど。ついにトウモロコシ卒業か。命中率がこっちの方がいいよな。あ、川の虫試してからだな。あんま変わらん。さすがに売ってないよな。あんなもんボンボン買えたらないわな。制覇か。ありがとうございます。ここも一面雪ですね。なんだか急に平和で。よ、町の人たちはみんな今回の騒ぎを見つめ直して、町のために生かそうと努力を始めたみたいですね。なんでも昔のお祭りを復興する企画なんかが検討されてるみたいです。町おこしということらしいですが、みんな無意識につながりを求めているんじゃないのかな。でも時が経てば全ては薄れてしまう。重大事件を扱うといつもある問題にぶつかるんです。辛いことを忘れていけるから、人は涙を拭いて立ち上がれる。確かにな。けれど忘れるから人は繰り返してしまう。確かにな。慣れていけることは強さなのに、慣れるから人は間違える。よしよしだな。あなたと出会って、なんだろう、その疑問に聞きたいな。僕なりの答えが見つかった気がします。きっと心から大切なもの、守りたい誰かが見つかればいいんじゃないかな。大切な誰かがいれば、忘れても慣れてもその人のためにより良い未来を目指していける。やっぱりけど個人だよなそれ。もちろん僕にも大切な人たちがいます。だから僕はできることは何でもやっていこうと思ってます。まあ、それぞれがそれを言う人を見つければいいっていう話か。僕だけじゃない。
皆さんも僕の力になってくれる。生かされてるんですね、僕は。そんな風に思ったことは一度もなかった。教えてくれたのは他でもない、あなたと、そして大好きな仲間たちです。ありがとう、本当に。僕の心に芽生えた新しい力、まだまだ変わっていけるってことなのかな。これからもいろいろなことに気づいていくんでしょう。それさえできればいつだって変われる。僕だけじゃない、きっとあなたも。恋は怖いですね。いつだって知らない自分を引き出してくる。だけどあなたはどんな僕でも受け止めてくれる。僕が自分をごまかしてさえいなければ、僕はそんなあなたに好きでいてもらえる自分でありたいです。ちゃんとしてるな。どうしても照れらしたくなるような、照らせたい。自分で言ったことが急に恥ずかしいな。好きです、僕もずっと。おお、先生もお帰りクマ。一旦切ろうかな。